おはようございます。今朝の7時です。今日はボランティア活動5日目最終日です。いや、ずっとね、5日間晴れてくれてよかったです。今日は曇ってますけどね、雨は降らないみたいです。最終日なんでね、こう事故や怪我のないように、今日もね、頑張って行ってきます。お疲れ様です。5日目のボランティア活動が終わって駐車場に戻ってきました。今日がね、最終日です。あっという間の5日間でしたね。できればね、あと2週間か、まあ長ければ1ヶ月ぐらいいたいんですけど、お金がないでね、レンタカー借りるのも高いんで、ちょっとお金かかってしまうんで、5日間がやっぱ限界ですね。でも充実した、とってもいい経験ができた5日間でした。やっぱボランティアにね、来てる人って本当みんないい人ですよ。心が優しくて、温かくて、こう被災者のおじいちゃんおばあちゃんにね、こう優しく寄り添ってあげて、お話聞いてあげて、本当いい人たちがボランティアに来てるなと思いました。まあ、いい勉強になりましたね、私も。みんなね、すごい率先的ですよ。パッパッと動いてね、リーダーやりますとかね、じゃあこれはこっち持ってきましょうとか、本当勉強になりました。いい経験になりました。また来たいですね、機会があればね。ではこれからね、温泉に入って、別棟出会いに行きます。明日はね、天気が良ければ白山に登りたいと思います。ではね、温泉に入っていきます。今18時です。温泉に入ってさっぱりしてきました。広くてね、綺麗で露天風呂もあって気持ちのいい温泉でした。ではこれからね、別棟出会いに向かいます。明日はね、白山に登ります。ずっと登りたいと思ってたんでね、楽しみです。ここから別棟出会いまで大体4時間ぐらいみたいですね、ナビで見ると。安全運転でね、行きます。で、ボランティアも無事に終わったんで、登山もね、無事に終わりたいです。今夜の22時です。やっと別棟出会い駐車場に到着しました。いや、疲れました。4時間運転しました。まあ、休憩しながら運転しましたけどね、結構疲れました。眠いです。ここね、駐車スペースが20台ぐらいあるんですけど、もう15台ぐらい車が止まってますね。なんかみんな車中泊してるみたいです。明日ね、まあ、天気良ければ白山に登りたいと思います。登山動画はね、別にまた上げますので、登山動画をね、ご覧になってください。じゃあね、今日はこれで、ゆっくり休みます。おやすみなさい。よいしょ。白峰温泉総湯に来ました。でかいですね。ここの温泉に入ってさっぱりしていきたいと思います。ジオパークに行ってすごい。今4時48分です。いや、気持ちのいい温泉でした。お体が温まってね、さっぱりできました。ではこれからこのレンタカーを返却しに金沢駅に向かいます。できれば綺麗に洗って返したいんだけど、返却時間がね、8時なんですよ。8時で営業するお店なんで、ここから2時間ぐらいかかりますね。洗ってる余裕がないんでね、このまま返します。まもなく右方向です。雨がポツポツ降ってきましたね。
コインランドリーにやってきました。服をね、洗ってきます。これですね、洗濯乾燥地球900円。今19時40分です。レンタカーを返却しました、ね、お世話になりました。じゃあここから高速バスに乗って帰ります。バスが来るのがね22時20分なんで、のんびりブラブラしています。バスが来るまでね時間があるんで、どこかでちょい飲みしていこうと思います。ここが美味しそうですね。市場飯、トンバ。海鮮、金沢海鮮おでんとか。バイバイ。すごいね。美味しそう。当店おすすめ。ちょっとね、入ってみましょうか。メニューです。海鮮おでん盛り合わせ2人前から4900円。1人だからね、1人前2000円から。お刺身も盛り合わせ。おすすめメニューもずくのと岩もずく、50円。のと岩もずく、そうだね、これ注文しました。北陸健康トリミング余計4、のとぶた4、あとのとふぐ唐揚げ950円、あとエビと地物野菜店1000円、地物のね野菜、生ビール10、これ50円、石川県クラフトビール、ダークエールとかね、湯桶ゆずエールとかね、ありますね。地酒、石川の地酒、すごいね、たくさんある。ウイスキーとかチューハイ、梅酒、加賀梅酒、立山梅酒、いいっすね。地酒飲み比べ3種1200円、5種2000円、おいしそう。同志エビの頭の唐揚げ、お刺身盛り合わせ、おいしそうだね。あと生ビール、そうです。はい、こちらね、うまい。天気が明るい、ここに残れる選択肢もあるんやけど。
あ、のどのお酒なんですね。はい。ありがとうございます。こちらの、はい、こちら酒造さんが、はい、全開化しましたので、はい、酒造というこちら天狗丸酒造さんとコラボした商品になります。はい、あ、そうか。こちらチェックも。ありがとうございます。あ、これはさ、のどのお酒なんですね。のどののどのお酒ですね。こちら、こちらの被害を受けました。これちょっとのどのボランティアで。あ、そうなんですね。ぜひどうぞ。応援したくて、ありがとうございます。あ、美味しいですからね、ロコの酒。はい、東京では見ないですね。東京こういうのね。ちょっと私東京の、あ、そうですね、私お店では全然見ない。珍しいですね。はい。あ、ありがとうございます。まず自動で押していただきますので、はい、また裏のラベルの方もご覧ください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。結局強しにやけど。まあ別に今のこの分だ。ただね。いや、それ東京してそこ行ってやめたってもいいと思うし、私もそう思うや、まあ、あの、うん、ね、きっかけもないままやめたっていうのもいいとか言えんだよ、ね、うん、すいません、ごちそうさま、はい、ありがとうございます。うまい。おにぎり、おにぎり1個だけおらせんけど、もしあれだったらキャンセルでもし出てくるんだらつけておいてください。はい、うまい。あとおにぎりだけ行く。そうなの。いいけど、生産だけ先。なかったらいいよ。まあいいや。はい。ああ、分かった。大繁盛か、大丈夫か。石川県クラフトビールです。ダークエール。ヨケユズエールです。うまい。お、ありがとうございます。ロケグリーン。これがいい。うまい。さっぱりしてる。うまい。はい、お問いは、うん、うまい。自家製塩チューハイ、エビと地物野菜天ぷら、のとふぐ唐揚げ、おいしそうです。おチューハイ、いい香り、飲みやすい、うまい、甘さ控えめ、おいしい。下の野菜、うん、うまい。外でかいんだね。でかい。フグは何？元フグ。うまい。クラ。すごいうまい。加賀梅酒6、のと豚串焼き、おしょ、加賀梅酒、うまいな。
京都豚。うまい。とってもジューシー。うん。うん。歯応えがある。うん。ゆずこしょうがある。うん。能登カキフライ、北陸鶏もも串焼き、美味しそうです。大きいね。タルタルソース大好き、うん、あ、ありたい、ありたい。うまい。のとがきうまい。うん、うまい。能登岩ガキ1600円。でかい、大きいね。あと加賀レンコンハラミ揚げ1200円。美味しそうです。でかい。うまい、うまい。トロッとしてる。うん、うまい。ちょうどいい塩味。うん、肉厚。うまい。かかれん。いただきます。炭焼き。うん、うまい。シャキシャキ、うん、歯応えがいい。うまい。うん、うまい。姫様ちょっと待ってください。うまい。塩様、もっと塩せぞ。まあ、そうです。暴れるけど、なんとかしてあげなきゃ。ま、危ないけど、理解してあげなきゃ。塩の味はしかない。うまいです。すべてないけど、残しゃんの周りのこの周りの子の安全、本当に危なかったから。うまい。安全第一にしなきゃってことを言ったんだよ。でも彼がなんか、いや、お腹いっぱいになりました。美味しい能登のお酒と能登の料理でした。お会計は17,915円です。マンベロ達成しました。よかった、これで少しはね、地元の飲食店に貢献できたと思います。ね、頑張ってほしいです。いっぱい食べて飲んで、ね、地元の飲食店を応援します。今22時10分です。バスが来ました。これに乗ります。あ、高橋です。すみません、お願いします。こ
このバスは池袋、新宿、東京ディズニーランドバスターミナルウエスト方面行き、ウィラーエクスプレスです。到着は明日の朝、池袋サンシャインバスターミナル、バスタ新宿、東京ディズニーランドバスターミナルウエストの順に停車いたします。第2回能登半島ボランティア活動で使ったお金1、交通費合計 12,400円、内訳池袋サンシャインバスターミナルから金沢駅高速バス6,600円、金沢駅から池袋サンシャインバスターミナル高速バス5,800円、2、レンタカー代55,050円、3、ガソリン代1回目2,532円、2回目3,023円、3回目2,438円、4、ホットランド7を入浴料800円かける4回、5、コインランドリー代1,000円かける2回と900円、6、道の駅のろし冷やし天ぷらそばセットおにぎり付き1,850円、7、スーパードンタクウーロン茶58円、当たり目318円、チータラ298円、8、八番ラーメン味噌ラーメン半チャーハンセット1,100円、野菜増し242円、八番餃子286円、9、百万石うどん角屋味噌カツと三種冷麺膳1,800円、味噌エビフライ500円、ノンアルコールビール500円、10、リンロン餃子定食代1,130円、小籠包1,150円、ノンアルコールビール380円、11、宝湯490円、12、カレーのチャンピオンエルカツカレー980円、エビフライ200円、ソーセージ140円、ヒレカツ140円、13、白峰温泉総湯入浴料670円、14、一番飯トンバ17,915円、総合計111,690円です。まとめ、1、長時間バスに乗るのは疲れます。あんまり寝れませんでした。新幹線の方が早くていいけど高くて無理です。2、能登半島の最先端にずっと行きたいと思っていたので行けてよかったです。日本列島ここが中心の日と六甲崎灯台が見れました。3、七尾城山展望台と七尾城本丸跡を見に行きたかったんですが、地震の影響で道が崩壊して見に行けませんでした。残念です。いつか復旧したら見に行きたいです。4、ゆっくりだけど少しずつ復旧が進んでいる感じでした。でこぼこした道が多いですが、交通量が多い主要な道路はでこぼこを埋めて応急処置して、とりあえず通行はできるようになっていました。5、倒壊した家、傾いている家、屋根にブルーシートをかけている家、水が出ない家がたくさんありました。大阪万博作るよりもこっちの復旧作業の方が先だろうと思いました。6、これから災害ボランティア活動に参加しようと考えている人は、
万力結びを覚えた方がいいです。私は YouTube 動画で万力結びを見て覚えました。すごい役に立ってます。丸7、雨の多い時期ですが、ボランティア活動5日間と白山登山日、奇跡的にずっと晴れてくれて神様に感謝です。丸8、百万石うどん角屋の味噌カツとうどんが美味しかったです。ジューシーなカツにぴったりの味噌だれでした。うどんもコシがあって最高に美味しかったです。丸9、丸亀製麺の炊き出していただいた芋天冷やしうどんが最高に美味しかったです。心に残る優しい味でした。丸10、リンロン餃子の餃子が美味しかったです。皮がもちもちして肉汁がたっぷり入ってる小籠包と餃子が最高でした。丸11、いちご飯、トンバの地酒と料理が最高でした。地元の食材を使った料理が美味しかったです。能登の地酒も最高でした。丸12、ボランティアに参加している人は何回も参加している人、何日も続けている人が多い感じでした。車中泊しながら続けている人もたくさんいました。定年退職して参加している人が多い感じでした。丸13、あっという間の5日間でした。ボランティアに来る人はみんな素晴らしい人ばかりでした。優しくて思いやりがあり、行動力がありました。被災者のおじいちゃん、おばあちゃんにも優しく寄り添って話を聞いてあげていました。そんな人たちと一緒に活動ができたことを誇りに思います。丸14、ボランティアの人数が足りてませんので、皆さんもよければ一度はボランティア活動に行ってみてはどうでしょうか。いい経験になると思います。あと、運転できる人は運転免許証を持って行って、車を運転してくれると助かります。2トン車、ワゴン車、軽トラなどがあります。軽トラのオートマ車が一番多いです。丸15、貯金がもうないので、ボランティア活動に行けるか心配でしたが、視聴者の皆さんのおかげで、ボランティア活動に参加することができました。視聴者の皆さんが私の動画やブログを見てくれるおかげで、広告収入が入ってきます。広告収入があったおかげで、ボランティア活動に行くことができました。間接的ですが、視聴者の皆さんも私と一緒にボランティア活動に参加したことになります。私と一緒にボランティア活動に参加してくれて本当にありがとうございます。ではまた。